こんにちは、カツです。タイトルロゴを作ってみました。カメラのレンズと、ダンベルを組み合わせて作りました。今の自分の趣味がうまく表現できていると思います。自分ではちょっとかっこいいんじゃないかと思っています。早いもので筋トレを始めて3ヶ月が経っちゃったので、3ヶ月の評価をしていきたいと思います。3月から本格的にゴールドジムに通い始めました。そして食事面でも平日のお昼ご飯には鶏胸肉1枚 300g、 だいたいスーパーで売っている1パックの鶏胸肉を必ず食べるようにしています。さらにプロテインを1日1回か2回飲んで、1日のタンパク質摂取量が体重 ×2g 摂取できるような食生活を送っています。自分で自分の体を見る感じだと筋肉質になってきたような感じがします。果たして数値的な結果はいかがでしょうか。はい、では結果発表です。体重が 1.7kg 増えましたが、そのうち 1.3kg は筋肉となったようです。体重は増えましたが、体脂肪率は 0.1% 低下することができました。まあほとんど誤差だと思いますが、これは筋肉量が増えたと言える結果だと思います。とりあえず4月は今の食生活と筋トレを続けていきたいと思います。また4ヶ月後の評価もしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。